なんかやだ。今日なんかあれだな。ちょっと待ってね。そう、今日ちょっと髪まとめてたからさ、めっちゃボサボサなんです髪。すごいボサボサなの。だからね、ちょっと髪まとめなきゃなんだけど、まとめたらね、変な感じするし、でも下ろしたらボサボサだからさ、もうね、どうすればいいのかわからないよ。はい、ということで今日もショールームをやっていきますよ。さあ今日は何の話をしていこうかな。まああの話をしようかな。まあ薄々気づいてるとは思うんですけど、私愛媛観光にミッサーとハッツとね一緒に行きました。はい、そう、今回はね、まあ内子とか下灘駅とかね行って、まあ二見シーサイド公園にも行ったんですけど、私ね下灘駅初だったんですよ。あんま行く機会がなくって、なんか家族はなんか伊予灘物語に乗ったりとかなんか満喫してたけど、大体私そういう時ってお仕事でいないからさ、そう、なんか何気に初の下灘駅で、そう、ここがファンの人も大勢行く下灘駅かって、そう、そうです。まあね、3人でねなんかいろいろ観光できたのも楽しかったしね。そう、あと二見シーサイド駅、まあ二見シーサイド駅じゃない、いろいろ混ざった、二見シーサイド公園はね、道の駅もねちょうど営業してる時間でさ、私が最初に行ったところは行った時にはねちょっともう営業時間過ぎてたんだけど、そう、今回はねまだ営業してたので、私はそこでソフトクリームを食べました。なんかいちごとルビーチョコ味のなんかミックスソフトで、名前は初恋ミックスソフトっていうんですけど、それを食べました。
そう、今回はねミッサーがね車を運転してくれて、そう、まあいろいろ回れました。そう、まあね結構愛媛はねなんか電車で移動するよりかは絶対車の方がもうねいいからさ、そのありがたかったね。もう私とハッツは運転ができないからさ、そう、でね、ちょうど下灘駅の下灘駅にちょうど電車も来る時間でさ、そう、そこもねなんかちょうどタイミングよく写真が撮れました。そう、もうメンバーとねなんか遊べたのが結構久しぶりだったから。もうね私はそれがね楽しかった。まあハッツとはね一回お出かけはしたんだけどね、そう、お昼ご飯はうち子で食べて、海鮮丼も、そう、結構ね満足、お腹もいっぱいだし心もすごい満たされた。うち子座は今回行かなかった。まあ行ったことはあるんだけどね、そう、今回はちょっと行きませんでした。そう、また目がもう乾燥してしょうがない。ごめんよ、ちょっと目薬持ってくる。やっぱどうしてもショールームしてるとねもうすぐ目乾燥しちゃう。よいしょっと。今はちょっとカバンが倒れた音なんで気にしないで。遊びに来たよ、ありがとうございます。
でね、二見シーサイド公園で私は新たなキティちゃんのご当地グルブシソックスを見つけたので買いました。今回は一六タルトです。一六タルトなキティちゃんとミミィちゃんがいます。ふさみ小さい、ああ、まあ写真はね昔撮りました。今回は撮らなかったけど、そう、今回結構海で撮りましたね。夕日のシンボルとも写真は今回は撮らなかった。もう昔にもうめっちゃ撮ったからね。そう、夕日のシンボルが一番写真撮ったな。やっぱあのライトアップがすごいすごいライトアップやべえみたいな感じだったからさ、夕日のシンボル。そう、もう今回滞在時間はなんか下灘駅が一番長かった気がするからさ、そう、もう下灘でもうめっちゃ写真撮りました。そう、そう、まあ、私もね、なんか下灘駅行ったことがないし、もう多分あんまりね、なんか気軽に行ける場所でもないからさ、下灘駅って、その車持ってないと。そうだからね、なかなか行けないので、行けてよかったですね。そう、なんかあのよくみんなが写真あげてるようなさ、あの海と一緒に写真が撮れる、なんかベンチというかさ、まあ、電車待つところあるじゃん。あそこで写真撮るのもめっちゃ楽しかったんだけどさ、あのひまわりとコスモスが咲いてるところで写真撮るのも楽しいし、あの普通になんか下灘駅って書いて、あの書いて、なんか駅の入り口みたいなところで写真撮るのもめっちゃ楽しかった。ということでね、まあ、ミッサーとハッツと3人でね、あの愛媛を観光してとってもいい思い出になりました。なんかもう顔が日焼けした気がしなくもないけど、気のせいかしら。でもまあしょうがない、もうね
どんだけ日焼け対策頑張っても焼けるときは焼けるからね。そうなんですよ。熱っ。はい、まあ最近あった楽しかったことはそんな感じです。まあ、そんな私はね、最近ちょっとずつラマ1/2を見進めており、でも言うてまだ5、6話ぐらいしか見れてないんですけど、そう、結構私なんか移動時間中に見ることが多いからさ、そう、まあそれ以外でもちょっと見たいなって思うときに見てるんですけど、あ、そう、あの次の私が今見た話の次で、その響涼がでしたっけが出てくるの。そう、もうすぐですよ。熱っ。遊びに来たよ。ありがとうございます。まあちょっと最近ね、あのここまあここっていうか、まあ半年ぐらいは全然アニメ見てなかったからさ、久しぶりにちょっとずつアニメを見進めているっていうのはね、なんか懐かしい気持ちになりましたよ。前鉄大集合の動画で気になってきました。ありがとうございます。ごめんなさいね、なんかこんな感じで、なんかすごい申し訳ない、ごめんね。いつも私すっぴんなんですよ。だからなんかちょっと配信の時はさ、なんかアイドルっていうよりさ、全然普通の人っていう感じなんですけどそう、そんな私でもよければぜひ見てくださったら嬉しい。足美脚でした。初めて言われ、あ、でもカレンちゃんにも言われるんだけどね、なんか足綺麗だから、足細いみたいに言われる。まあでも私がね、ちょっと思う美脚にはまだまだ程遠いんですがね、そうやって言ってくださってありがとうございます。なんかもうちょっと足ほぐしてね、私もなんか自分も納得するぐらいになりの美脚になりたいけど、ただ私はね、一番ストレッチをしたりほぐしたりすることが一番苦手な人ですそう、一番苦手、全然続かないんです。でも前ももとふくらはぎだけは伸ばすようにしてる。衣装はね、人による大体のメンバーは止めてるんだけど、私のはね、もうそもそも止めるボタンがない衣装だったから、もう私はね、前が開くような仕様なんです。でも多分私以外のメンバーみんな前閉めてたね。まあ前閉まるようなものになってたけど、私は前閉まるような形式ではなかった
形式の衣装ではなかったの。そう、メンバーにもルンバ空いてるよ、ここ本当は閉めるんだよって言われたけど、あごめんないんだよねみたいな感じで、そもそもないそもそもない。まあ私おへそは出してないんだけどね、お腹のあばらのあばらぐらいは出してた私は。そう、おへそは出してないんだよね。そう、あばらって言い方、AKB の衣装であんまりへそ出し、まあ私が着たことないだけかわかんないんだけどさ、へそ出しの衣装はないよね。お腹出すやつはあるけど、お腹っていうのかな、あばらぐらいの、あばらじゃないな、みぞおち、あばらってどこだ、あばらってでも多分ここら辺、あばらは上すりか、みぞおち、みぞおちじゃないな、いやみぞおちか、みぞおちあたり、そうぐらいを出す衣装は何回か着たことあるけど、あんまりなんあれかな、あの納豆エンジェルぐらいしか思いつかないけどね、おへそまで出てるの。でもただ私はもうおへそ出しは絶対にしないと思うんだけど、そうマジでね、ちょっとそこら辺は自信がないからさ、絶対に出したくないところです。みんな小原さんのこと思い出してる。全くそんなつもりなかったそう確かにあばらばらばらだからな、小原さん。ああそうね、あそうか、前日この話をしてた、衣装の話をして、まあでもそうね、まあまだランマでもそう、私ランマ2分の1を見進めていって思い出したのが、犬夜叉見てる時にさ、やっぱ犬夜叉とカゴメの2人がめっちゃ好きだったからさ、でなんかめっちゃもう2人の関係が可愛いな可愛いなって思いながらさ見進めていってたの思い出したからさ、もしかしてランマでも多分そういう感じになるんだろうな私って思いながらちょっと見てました今日は。そうだって本当ね、犬夜叉とカゴメって可愛いじゃん、もうあの二人、あの二人のもう関係が可愛い、なんて言うんだろうな、私結構ね、なんかそのカードキャプターさくらのシャオランとさくらちゃんもそうなんですけど、あのなんて言うんだろうな、あのお互い両思いっていうことが分かる前、まあ付き合うじゃないけど前のなんかそのあの相手のこと好きだって自覚はしてるかしてないかはそれとそれぞれだけど、それでなんか好きな子に対してすごいあたふたあたふたするみたいな、なんて言うんだろうな、まあなんか少なからず絶対意識してるよねみたいな感じのね時がめっちゃ好きだから、そうだから私は特にカードキャプターさくらの桜カード編の時のねシャオランがねめっちゃ面白くて好きだったんですけど、そうっていうのを今日見ながらね、あの見ててそれを思い出したから、多分きっと私はあかねちゃんとランマに対しても同じこと思うだろうなって思いながら、まだ全然ねあれなんですけど、そう、
ていうね。やっぱあとオープニングが超かわいいなってもう毎回ね、もう毎話毎話見てと思うんですよ。そう、オープニングがめっちゃかわいい。そう、じゃじゃ馬にさせないで。でもやっぱ私あの時期ぐらいの絵が好きなんですよね。やっぱりその今のその綺麗なで綺麗な絵もめちゃめちゃいいし好きなんですけど、やっぱあの昔のなんて言うんだろう、まだセル画の時の絵もすごい好きだなって思いながら、ね、そう。なんかやっぱ温度がある、なんて言うんだろう、温かみがありますよね。そう、あのぐらいのアニメの絵ってなんて言うんだろうな、まあなんか私があんまり最近今のアニメをそんなに見てなくて、なんかそっちのアニメの方がね馴染みがあるっていうのはちょっとあるんですけど、そう、そうですね。まあ最近の話をするとそんな感じかね。さあ、何の話をしていこうかいな。って言った手首。ああ、これヘアクリップです。そう、今日はね髪をまとめててね、髪がボッサボサなんで。そう、あ、そうなんですよ、キティちゃんとのコラボグッズがね、あの通販も開始されるので、まあまた詳細なんかいつから販売開始とかはまだ多分発表されてないと思うんだけど、そう、あのポップアップストアに行けなかったという方はぜひね、あの行っていただけたらと思います。はい、
いやもう今日ちょっと外出なくちゃいけなかったんだけど、ちょっとあまりにも絶対暑いからさ、まとめ髪にしたんです。そう、髪の毛下ろしてるのも絶対暑いし、かといってちょっとポニーテールするのもなって思ったから。そう、なんか本当にね、暑い、今日暑かった。そう、あ、遊びに行ってありがとうございます。そう、今日は本当に暑かったね。でも今日で水曜日が終わり、なんだかんだであと2日ですよ皆さん。やばっ。もう何がとは言わない、何がとは言わないが、あと2日だよみんな。本当はね、お昼ぐらいになんかウォーキングでもしようかなって思ったけど、ちょっとあまりにも外暑すぎてやめましたね。これはちょっとなんか外に出るの、外に出て歩くの怖いなって思って、そうやめました。いやちょっときついな今日これはって思って。そう、あと5ヶ月でお誕生日はね、だいぶ遠いけどねだいぶ遠いけど、まあそうね、あと5ヶ月で。でもそっか、半年切ったのか。ね、もうあと半年じゃない、5ヶ月で22歳ですよ。そう、早いね。はい、まあね、ほんと暑いよね。そう、暑いから本当にみんな熱中症には気をつけて、なんか過ごしてくださいね。水分補給とかちゃんとして。そう、私もね気をつけます。でも結構やっぱ汗かく量がね、もう一気に増えた、外に出ると特に。そうだから、なんか汗拭きシートがもう必須だなこれはって思いました。そう、まあ、またねちょっと7月からジョブマイライブちょっとありますけど、相当汗かきそうだから、そうちゃんとなんか汗拭きシート持っていかないと。なんかそういえばね、3年ぐらい前に買った汗拭きシート、まだ未開封なんですけど、それって使えるのかな。そう、そう、3年ぐらい前に買った未開封の
汗拭きシート。なんか未開封だからいけるかなとか思っちゃうんだけどさ、どう思う？乾いて乾たくなってなければ使えるはず。じゃあちょっと開けて使ってみよう。そう、スパイダーマンのパッケージなんです。そう、なんかスパイダーマンに惹かれて買ったんだけど使わなかったね。初見さんありがとうございます。いやーでも本当にね、まあ今日も暑かったよ。そう、なんか髪ね上げてたからまだ良かったものの、なんかすごいね本当にね、下ろしてたらもうどうなってたかって思った。でもこれからちょっと気軽にハーフアップとかできないなって思いますね。でも除湿とかエアコン入れるのが当たり前になりました最近。そう、ね、やっぱ体調を崩すよりもね、もう使おうって思って、もうね、もうだってこんなに暑いんだもん。そう、だからまあみんなもね、なんかまあまだ6月なのに使うのかって思っちゃうかもしれないけど、とりあえず除湿だけは入れようぜ。私はね今んとこ除湿、まだ冷房は入れてないんだけど、とりあえず除湿入れてます。まあね、本当体調管理には気をつけて皆さん元気にお過ごしください。まあね、あと今週末はあのジョンマイラブもあるので、ぜひ、まあ配信が土曜日あるから見ていただけたらと思いますね。除湿でもね、私はの部屋は涼しいけどね。そう、除湿でも一応十分涼しい。今さっき帰宅して室内の温度35度、暑いね。でも本当スタミナと夏バテしないようにね、お互い気をつけようね。はい、ということで、じゃあちょっと今日は早いんだけどここら辺で終わりにしたいと思ってます。私はね、除湿の今 どのぐらいにしとるっけ、除湿の標準だわ、除湿の標準にしてます。まあそれか、だいたい標準か除湿の強いやつにしてますね。はい、じゃあランキングを読んでね、おりますよ。13位から、13位るいちゃん、12位まゆさん、11位はなさん、10位ろみつさん、9位カラスのかおこさん、8位飯田ひろゆきさん、7位ぶきにゃんさん、6位ももさん、5位かりねこでも好きだよさん、4位夏目さん、3位海指さん、2位玉国さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、
というわけで、じゃあ今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみなさい。あ、であとあれだ、インスタグラムね、また更新したので、よかったらぜひチェックしていただけたらと思います。じゃあありがとうございました。また明日、おやすみ。